三田義正から1935年12月31日は、日本の政治家、実業家、三田商店の創業者、貴族院議員、旧姓岩手中学校創設者。現在の森岡市再園、大通り商店街の石を築いたことで知られる。弟の三田俊次郎は、森岡実家高等女学校、私立岩手病院の創設者である。 道の区国岩手郡に大村赤川にて、森岡藩主三田義義の長男として生まれた。仙台の宮城英語学校を卒業し、東京の学能者で西洋の農学を学んだ。明治14年、岩手県庁に勤めるも2年で退職。明治19年に、加賀野村議会議員に当選、岩手県会議員、森岡市会議員を歴任するも、友人選挙支援に失敗し、 加算の大部分を失う。しかし、母、清の支援により火薬販売等の権利を獲得し、明治27年に三鷹薬販売所を設立し、次第に業務を拡大していく。大正15年には、旧仙岩手中学校を創設。昭和2年には、南部土地株式会社を設立し、それまで南部市が所有していた、菜園地区を埋め立て現在の森岡市菜園。 大通り商店街の基礎を築いた。現在、映画館通りと呼ばれるものは、昭和10年に吉政の設立した、株式会社中央映画劇場が始まりである。1922年1月、貴族院多額の大勢社議員に選出され、同月25日に就任し1925年9月28日まで、在任。声優会、後声優本島系の院内会派である。 こういうクラブに所属した。ありがとうございます。